ミハウセルバチ・ビシニョビエツキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公、け。ヘトマニア大法官などを歴任した。ブラツワフ県知事などを務めたコンスタンティク・シシトフ、ビシニョビエツキ公の息子として、リビウで生まれた。ヘトマンのディミトル・イエジ・ビシニョビエツキの甥いにあたる。1730年に、カロル・ラジビウ公の娘、テクラを三度目の妻に迎えた。 1702年から1703年まで、及び1707年から1735年まで、リトアニア野戦エトマンを務めた。また1703年から1707年まで、そして1735年から亡くなるまで、リトアニア大エトマンを、そして1720年より、リトアニア大奉還を務めた。1703年より、 ビリニュス上代、1706年から1707年、および1730年にビリニュス県知事をも兼ねていた。1730年にはリトアニア軍のレギメンタ種に任じられている。何度かリトアニア王ポインの院長にもなった。1703年にルブリンで開かれた政務では議長に選ばれている。ピンスク、バウカビースク、フルイーニャヌイ、トゥホラ、ビルキスク、 ビルコフスク、メテル及びメルキネへの代官でもあった。1700年のリトアニア内戦では、サピエ派家に敵対する派閥の指導者となり、オルケにキの戦いで、サピエ派一族を打ちまかした上、同家の本拠である、ルジャヌイ宮殿を徹底的に破壊した。ビシニョビエツキは1707年まで、アウグスト2世の支持者だったが、その後、スタニスワフレシュチンスキ支持に回った。このため、 同年ロシア軍に捕らえられて失脚し、1709年には国外に亡命した。1716年にはアウグスト2世を国王と認め、帰国を許されている。1733年のポーランド継承戦争では、ロシア軍の軍事介入とアウグスト3世への選出を支持していた。1744年に死んだ時にビシニ子チュで催された葬儀は18世紀のポーランドで、 最も豪勢な葬式だったという、ありがとうございます。